どうもピュアキングです。今日はいろんなコースやっていきます。でまず始めるコース、ひし形の期間限定の100円のタナーレカーゼ。4次元ポケットから出したみたいに言うな。こんなコースだって、こんなコースだって異次元ポケットからだよ。何を言ってるんでしょうか僕。まあそんなしょうもある言葉は置いとって、説明文に3日限定のバグってるトロールコースです、ダウンロード推奨って書いてるんですよ。いやこのね、マオヒシガタさんのトロールコース僕好きで結構やってるんですけど、今まで1回もバグを使ったのを見たことないんですよ。だから3日ですぐ消すから遊んでくださいってちゃんとメッセージが来ました。かわいいよね。そんなん言われたら遊ぶに決まってんじゃんか。それじゃあやっていこうか。クリア率は 4.77%。 そういや最近いとこの結婚式があって行ってきたんですよ。でその時にさ、男性の方だったらわかるかな、ネクタイがプラプラしないようにネクタイピンっていうのがあるんですよね。でそれを当日忘れちゃって、僕あれしないとどうしても落ち着けないんだよね。だからお母さんとか兄ちゃんにネクタイピン忘れちゃった、なんかないかなって言ったら、ヘアピンを出してきたんだよねお母さんが。でそのヘアピンで一日中過ごしたなっていう。逆に恥ずかしいんじゃねえかなと思うけど、あれしないとマジで落ち着かないのよ。はいどうもこんにちは。じゃあここ先に進んでて、なんじゃこりゃー。開幕落ちやろ。でもね、人のスーツ姿なんてそんなところ誰も見ないから、意外と気づくわけないでしょうが。まあ結婚式っていうものはいいですね。行くまではめんどくさいと思ってしまうけど、行ったら行ったで幸せを分けてもらえる感じがします。だからこのコースも僕に幸せを分けてくださいよ。これ抜けれないもん。いや連打したらなんか抜けれそうじゃない。ちょっと本気でやってみるわ。くぅー、いやー、実は一番ひどいやつがあって、 LINE で兄貴にさ、やべ、ハイソックス持ってなかった、チビソックスで行ってもいいのかなっていうメッセージを送ったんだよね。そしたら兄貴から、大丈夫と思うよ、俺もそれで行くしっていうメッセージが来たから行ったんだよね。で式場に行くじゃん、お前本当にそれで来たんって言われて、兄貴の足元見たら、あいつハイソックスできやがった。なんだお前も俺を騙そうってか。だから僕の格好はヘアピンをつけてチビソックスっていう全然祝ってあげれてない格好で行きましたね。あだじぶーくっそ、行く前のダイソーでハイソックスとタイピン買っとけばよかったぜ。じゃあここは左逃げる。あー。魚アニバル、だいだい、なんだよこんなところにオープンブロックがあるなんてさ、バグりすぎなんだよ。今の魚もよく見たらひし形じゃねえか。多分そういう意図があると思うよ。そうなんだけど、分かれにくい仕掛けを持ってくるなんて、ここは左、あってたのに。左左左押しっぱだ、そうだこれで合ってる。さあここのオープンからだ。はい、さまこれさ、100円トロールコースって書いてたじゃん。このクオリティで100円なら150個は買いたいで。あ、ちょちょちょ、おっ。自滅するところでした。さあこっからはね、あ、上から何か降ってくるんじゃない。やっぱりね、バルに騙そうだって、そばいかんぞ。よしよしよし、でこの次は、あっつ、しかしもうゴール見えたね、めちゃめちゃ速くない。じゃあ P スイッチが鳴りやんで扉に入る。でこれで先に進めるんだけど、オートスクロールどこまで来る。この隠しブロックは叩いていいの。あ、隠しブロックないんだな、なんだお前。ならばもうゴールをさせてくれるのかい。いけるか、やったいや短めだったけど本当に楽しいトロールコースでした、ありがとうございます。はい、それじゃあ次のコースはこのコース、世界一速い超ウルトラ高速ピーちゃんコース。説明文にドッスンに左ダッシュしてたらマリオが後ろ向きながら走るよ、クリア率低かったら中間ポイント置いたよって書いてるんですよ。これね、完全にタイトルに惹かれたね、世界一速い超ウルトラ高速ピーちゃんコースだよ。どんだけ速いピーちゃんができるんだろうな、めちゃめちゃ楽しみだね。それじゃあやっていこうか。クリア率は 0.34%。 もうね、ドッスンから押されるっていう時点で面白いのよ。僕だけなんかな。いや動画映えもするしいいコースだと思うんだけどな。さあこのドッスンに押されろっていうコースだろうね。まあドッスンに左向き、うわー、はやー。想像以上に速かったわ。速いことによってピーちゃんするタイミングがちょっと難しくなってくるんだよな。で後ろ向きに走ってるマリオちょっとかっこよく。じゃあこれピーちゃんくん、マリオかー。ちょっと前向いてみようか。前向いたらいけないのかな。あ、前でも別にいけるんだ。でも後ろ向きの方がかっこいいよね。だから後ろ向いていきますよと。で次は針に引っかからないようにする。床はここでちゃんとあるね。でもう一回出す。オーストクリーン。こ
あ、上ゴールあったね。まだまだ続けてか。さあこれじゃーん。よし。で、バーン。中間めちゃめちゃありがたいね。でもこれさ、めちゃめちゃ速いじゃん。でジャンプした時ちょっと遅くなるの分かる？加速がなくなるんだよね。それがめちゃめちゃやりにくいの。さあ次は、あー、いけるか。よっ。これはもうゴールだろ。さあゴールさせてくれ。まだあるかい。ゼッ、うーばー。でここで、ちょこちょこピー。もうダメだ。僕はこのコースうーんパーンとかうーんピーぐらいしか言えない。うーん大丈夫か。いけー。そんなにゴールは遠くないはずなんだ。お前ならいけるだろうマリー。マリーのめちゃめちゃ変な動きしなかった。ちょ、ダンナ面白すぎやろあのマリーの動き。いや今ねマリオが後ろ向きでめちゃめちゃ慌ててたんだよね。マジ大丈夫かっていう見た目してたんだけど。そんなマリーの心配はいいから自分の心配をしなさい。さっきから全くクリアできてないぞ。よーこれクリアだろ。やったありがとうございます。いや本当に楽しいコースでした。また似たようなのがあったらぜひやってみたいね。はい、それじゃあ次のコースはこのコース、スカイハイハイヒールス、空のように高いハイヒールということですね。でサムネを見る感じカロンの甲羅があるから履くものを利用しながら進んでいけっていうコースだと思います。まあ僕がごく稀にやるスタンダードコースですね。それじゃあやっていこうか。クリア率は 0.86% で、この制作者さんスーパーノバさんはどのコースを遊んでもめちゃめちゃ楽しいのばっかりだからぜひおすすめの制作者さんですね。さあ始まって、まずドアが2枚、このメット乗っていかなくちゃいけなかったんじゃないの。このドアでやり直し聞くっていう感じかな。あ、やっぱそうだよな。じゃあメット乗っていきます。でクリームをフミのメットちゃん、君はガリガリしてくれないとね。集中していこう。このコースはあまり考えてもいい時間がないと思いますよ。でこのハテナを叩いてこのメットに乗る。お前どこ行ってんだよ。え、このハテナブロックを叩いて待ってていいの？待ってて、あ、上から乗れちゃうか。はいはいはい。でこのクリームを踏んでインジャンプ。でスネブロー動く。こんなのわかるか。このコースはねスタンダードコースなんだけど、やられた時も面白いやられ方になるようなコースを作ってるのかもしれないね。さあここでチョロップを踏んで何かかぶれちゃったよ。4を押してバレか。よーし。でこれは、ヒップドロップ。でそこのクイが来てくれた。ナイスクイックルバイパー。でここはヒップドロップかな。ヒップドロップ、なんかヒップドロップ。当たり前だろそれ、ヒップドロップできる靴じゃないんだよ。いや焦ってるとねこんな当たり前のこともついつい忘れてしまうんだよな。さあブロック発動しいな。ここはオンオフ。いやでも楽しい楽しい、本当に面白いよこのコース。あいつ来るの遅くね。ハテナブロックを叩くタイミング遅かったのかな。めちゃめちゃ平面叩いてみようか。いやこれ違うと思うんだよな。あ、もう一回オンオフすればよかったのか。でこの靴乗っていく。なるほど、2回オンオフも必要ってことね。でここも2回なんじゃない。でこの靴に乗ってどこに連れて行くつもりだ。いいね、久しぶりのスタンダードコースっていうのは楽しく楽しくて仕方がないよ。ふぅー。でこの一気アップキノコもふぅー。でさらにさらにもうすぐ中間ポイントというものがあるんじゃないですか。わー、え、なにここ、クリームを左にやれってこと。さっき右にいたから右の方にいたのかな。じゃあ叩いて左の方に行ってみようか。そしたらクリームこっち来る。クリームこっち来るね。そしてオンオフシーの中間ゲット。やっ、なんだよあいつ。引っかかると思っちまったじゃねえか。うわ何これ、うわめちゃめちゃ面白そう。こういうのめっちゃ好きなんだよな。でじゃらーす。いいねいいね制作者さん、こういうの絶対動画映えするじゃん。見てる方も楽しいしやってる方も楽しいみたいな。しかもまたドクロリフト、最高の乗り物ばっかじゃねえか。で10個位の方行っちゃってよかったのかな。こっちで大丈夫そう。でボム踏んでからのクイックルワイパーでオンオフで、ここもう右にダッシュしていっちゃおうか。ダッシュでいいんじゃない。いけ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 、よー次の乗り物が早く見たくて見たくて先に進みてえよ。さあチョロプン乗って、またこれか。でもいやこれめっちゃ面白いよな。で次はどうすればいいの。お前は何をしてるんだい。え、今の左で行くんじゃないの。この乗り物がさ、さっき左にジャンプしてくれなかったんだよな。
わかった、クリボーがジャンプしてるのか、でここはジャンプしろ、もう一回右に行かなくちゃいけない。いやこういうのもなんで、ここはオンオフを通り過ぎるたびに全てスイッチを変えなきゃいけない。さらにはマリオのいる位置も気にしなくちゃいけない。なかなかのテクニカルコースですね。でも一度分かっちまえばもう、んー、こっちのもんや。あらよっと、さあこのままどんどん進んじゃおうか。でこう、なに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 やってる。このコースは説明文にチェックポイント2まであるって書いてたから、まだまだ先は長いんだろうな。さあこのメットを叩いてここからどうすれば、ってなんだよ、生まれたてのバケモンか。あ、ゴールあんじゃん、めっちゃ近かったね。じゃあこのパンを叩いてどうするんだろうな。もう普通にカノンの甲羅履いてジャンプ。え、どうしよう、上から行けそうじゃなかったよね。下からも行けない。下は、あ、クリボーがいる。ってことはこれ耐久かな。耐久してこっからジャンプ、やったいやマジですげえ楽しかった、このコースぜひやってみてください。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースはこのコース、ガモンに愛され支配された一の2。説明文にガモンくん、一の2ちゃん俺と結婚してほしい、ガモン一の2アンドマリオはあって書いてるんですよ。これさ、サムネを見る感じ床が全部ブロックでできてるじゃん。だからガモンが出す鉄球で床が壊されていくんだよきっと。いやそれってめちゃめちゃやばくない？しかも最速意外と長いのよ。難しいんだろうな。それじゃあやっていこうか。クリア率は 1.15%。 まあユースキンっていうのがありがたいところだよね。ユースキンだったら床に落ちそうでも壁キックができるじゃん。まあ初代とかだったらめちゃめちゃ難しいと思うんだけど。さあ始まった瞬間終わったわそんなところにガモンなんて置くなよ。別にこんなところにガモン置かなくてもいいじゃんか。面白かったですよ。ユーモアのあるコースですねえ、オートスクロール、いやオートスクロールは全然いい。アイテムがあるかないかで今後違ってくるよ。うわ、アイテムないの？こんなに殺伐としてるのに。いや意外と殺伐としてないで、思ったよりガモン少なくない？こんなんだったら簡単にクリアしてしまいますよ。上は、上はバーガルか、さっきちょっと見えたんだよね。さあこの亀の甲羅を投げます。そして右、いや嫌なとこ行っちゃったら良くなるか。これさ、ガモン倒してった方がいいのかな。でもガモン倒すのってさ結構勇気いるよね。いつ鉄球出してくるかわからないからさ。この上の鉄球は大丈夫か。帰れ。これアイテム1個でいいからめちゃめちゃ欲しい。1個ぐらいないとさ絶対クリアできる気しないんだよな。それ以前の問題だよ。舐めるね。ただトゲトゲボールを出すだけの分際でお前らは舐めくせに帰ったろ。やめて、あぶねえどうしよう、どこ行けばいいの。上か。お前いいとこ壊すなって。この上登ろうと思ったのにさ、上ぐらい行ったら絶対簡単だったじゃんか。まあ落ち着いてきたからゆっくり行こうか。さあ、うん、ちょっと、あっ、出すなよ、いいところに出すなよ危ねえ。いやどうしよう、ここなんだよな問題。めちゃめちゃ難しくない？下から行く。でパックを出させないようにしようか。パック出るなでこの場所に置いておこうか。壊すなよ、絶対このブロック壊すなよ。大丈夫そうだね。一気に右まで行っちゃう。一気に右まで行けるか。なんでだよタイミング良す銀玉。さあ戻ってきた。右のガモンは何もしないでいいんだよな。え、なんで今度はいなくならないの。まあいいや、下に行こうか。下行って、ここまで来たらもうゴールは近いと思うよ。うわ、下が見えねえって。でももうすぐ土管があるんだ。いや壊される、お前邪魔なんだ。あの土管の前のガモンをどうするかだよな。あ、なんか今度勝手にやられてくれたね。じゃああの土管の前に行こうか。やっばばばもういらんことすんだよ。もう余裕なんだよ。なんでこのダメクセスが。もういいって、いつもゴール前で鬼畜なの持ってくるのさ。じゃあ左に隠れておこうか。そしてこっからだよな、ガモン一匹直せばいいだけだよな。起動はここに行ったらダメだったもんな。いや今回いいのかな。お前なんだよ、あだ、お前まで出てくるなって。いやもうここは大丈夫っていうことが分かった。だからここに追っておいて倒す。よっほほほほし、まだなんか変な入る、あれを通ればいいだけさ。いや行けるか。いやいや最高に楽しい1の2でした。クリア率の割にちょっと難しかったけどね。最高のコースありがとうございます。そしてご視聴ありがとうございました。